皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、払うフラを変えるなです。今日は初心者の方に向けてカベルの見直しポイントについてお話しします。カベルのステップに慣れてこられた初心者の方の中で、足の運びは分かったんだけれども、いまいち優雅さに欠けるし、自分ではどこが悪いのかいまいちピンとこないと思っていらっしゃる方は意外と多いかもしれません。今日はそういう方に向けて、どこを注意すればカベルが正しく美しくなるのかお話ししたいと思います。ポイントはつま先です。今から正しい例をします。分かりやすいように横を向いてしますね。1、2、3、4、5、6、7、8。正しい例をします。1、2、3、4、5、6、7、8。悪い例をします。横を向いてしますね。1、2、3、4、5、6、7、8。悪い例をします。1、2、3、4、5、6、7、8。正しい例と悪い例を見比べてみましょう。特につま先を注意してみてくださいね。正しい例の方は、重心移動して前に体重をかけた時に後ろ足のつま先が床にぴったりくっついていますよね。で、それに対して悪い例の方は、重心を前にかけた場合、もう後ろ足は全部足が上がっていたと思います。この2つが大きな違いになります。で、それが原因で正しい例の方はより優雅に緩やかに見えるのに対して、悪い例の方はこうシャカシャカしたような、ちょっとギクシャクしたような動きになってしまいます。悪い例のようにつま先が上がってしまう原因が2つ考えられます。まず1つ目は、骨盤が前に傾いているということです。で、2つ目は、後ろ足前に重心をかけるときに、前へのことしか考えないで後ろから重心がかけられていないということが挙げられます。この2つを気をつけると、正しい例のように重心移動ができるので、とても柔らかくカベルを踏むことができます。今日は初心者の方に向けてカベルの見直しポイントをお話ししました。ポイントは、重心を前に移動するときに後ろ足のつま先が浮かないようにするために、正しい姿勢でカベルを踏むです。ありがとうございました。